開かずの踏切 JR 及び名古屋鉄道の計8線をまたいでいるために開かずの踏切となっていた神宮前駅北の主導踏切。名鉄神宮前1号踏切と JR 東海をタ踏切。2012年6月30日廃止。列車が多くて踏切が開かない時間帯に通行止めとしている戸塚駅近くの踏切。 JR 東日本東海道踏切2015年3月25日廃止。開かずの踏切とは、遮断機が降りた状態が長時間続き、通行が困難な踏切。線路が多く運行本数が多い踏切や駅に近い、場合に開かずの踏切となりやすい。開かずの踏切は20世紀以降の日本語。古くからの日本語、開かずの門、開かずの間、もしくは、 英語ザドアザットダズン a オープンが関連していると考えられる。英語には該当する語は存在せず、この状態を表すのには、レールロードクロッシングウィズアウトオープニングなどという言い回しが見受けられる。国土交通省では、緊急に対策の検討が必要な踏切として、ピーク時の遮断時間が1時間あたり40分以上となる踏切と定義される。 開かずの踏切と、1日あたりの踏切自動車、交通遮断量が5万台字以上となる踏切、または、1日あたりの踏切自動車交通遮断量と、踏切歩行者等交通遮断量の和が5万台字以上、かつ1日あたりの踏切歩行者等交通遮断量が2万台人、以上になる踏切と定義される、ボトルネック踏切と、歩道が強硬な踏切を挙げている。 このうち開かずの踏切は1999年度に日本全国に約1000カ所、2007年度に約600カ所あり、その半数にあたる約300カ所は東京都内にあった。近年は連続立体交差事業等の進展で開かずの踏切の除却が積極的に進められており、 東京都内においては2007年度から2012年10月までに80カ所が除却され、以後も70カ所以上を除却する計画がある。大都市圏を走る鉄道路線の朝夕の通勤ラッシュ時には列車の運行数が極めて多いため、踏切の遮断時間が長く、特に通過路線が多い踏切では列車の踏切通過が重なり開かずの踏切になりやすい。さらに、 駅資金の踏切では、停車列車の仮想防護のため電車が踏切を通過する、かなり前のホーム入線時から、遮断機が降りていることが多く、遮断時間がより長くなる。開かずの踏切では、長い踏切待ち時間が自動車などの渋滞を発生させ通行者のストレスを高める。通行者がわずかな開いている時間で急いで通行するため、転倒事故などを誘発するほか、 高齢の歩行者や幼児連れの親子などが、踏切が開いている間に渡りきれない事態が、発生したり、歩行者、自動車が待ち時間を嫌って、遮断機が降りているにもかかわらず通行を強行して、人身事故、物損事故の要因となっている。踏切待ちによる、時間損失を貨幣価値に換算すると年間約1兆5000億円にも、上ると試算されている。 開かずの踏切の抜本的な対策は、線路や道路の立体交差化による踏切の除却であり、線路の連続立体交差化事業は、国からの補助の元自治体の負担によって行われる。近年では開かずの踏切の解消が積極的に進められているが、立ち退きや工事騒音や日照券問題などによる住民の反対、財政状況の悪化、地価や資材価格の値上がり、 季節路線を運行しながらの工事により、事業に莫大なコストと時間がかかる実態は、依然として解消されていない。道路交通が多く、鉄道路線が少ない場合、線路の高架化もしくは地下化という方法をとることが多い。鉄道路線が多くて、連続立体交差化が難しく、道路交通も多い場合、道路側が高架化もしくは地下化する。実例歩行者が多い場合は、 古戦橋や地下道を設置するだけでも意味がある。実例最終的に踏切そのものをなくする方向で対策し根本的解決を図る。実例ここでは日本において2020年度までに改良もしくは改良計画の策定が義務付けられた開かずの踏切について解説する。2016年4月の改正踏切道。 改良促進法の施行を受けて自治体や鉄道会社は2020年度までに平ずの踏切等の問題のある踏切を改良することが義務付けられた。これを受けて国土交通省は同月に改良すべき踏切道の第一弾として全国58カ所の踏切を指定した。このうち平数の踏切は東京都27箇所、その他3カ所の 計30箇所であった。第1段指定の改良すべき踏切道のうち、開かずの踏切は次の通り。課題のある、踏切道課題のある、踏切道指定されている地点の一例、通行のボトルネックになっている。名鉄名古屋本線、有松駅に隣接する、有松1号踏切と愛知県道237号新田名古屋線が交差する地点。2019年撮影。 2016年6月、国土交通省は課題のある踏切道として全国1479箇所を抽出し、それらの課題や対策方針を取りまとめた踏切安全通行カルテを公表した。2017年1月、国交省は改良すべき踏切道の第2弾として新たに529箇所を指定した。課題のある踏切道とは以下の問題がある。 踏切道のことで、この中にも多くの開かずの踏切が含まれている。故障灯がついた踏切広島市東区中山にある中山踏切。2007年撮影。ありがとうございます。